こんにちは、サードラです。今回はこちらですね、今日から実装されました龍天祭大魔王ゾーマ、こちらのギガ伝説級が配布キャラのみでミッションコンプできましたので、パーティーの紹介と立ち回りの解説をさせていただこうかなと思います。はい。でまずパーティーなんですけれども、こちらですね、星4のヒルダと星4のマガツキと星4のマリーを使いまして、お供に関しても配布でスライムとエスターク2体もらえますので、まあ、こちらを準備いただければなと思うんですけれども、まず入手場所を触れておくと、ヒルダとマガツキに関しましてはこちらのショップですね、これの交換所のメタルのかけら交換所に行っていただくと、こちらでメタルのかけらを10個消化することによって、ヒルダとマガツキ入手することができますので、これで準備をしていただきまして、で残りのマリーに関しましては、イベントクエストの一番最初のステージクリアすることで皆さん配布がもらえますので、これでパーティー準備していただけるといいかなと思います。でお供に関しましては、スライムのクエストとエスタークのクエストをクリアと周回で入手することができますので、まあ、ここまで集めていただけるといいかなって感じですね。でエスターク2体目準備がきついよっていう方に関しては、2体目もスライムでも全然問題はないので、その場合はおてんば姫マリーのところですね、こちらをスライムにしていただけるといいかなと思います。で立ち回りに関して軽く触れていくんですけれども、ヒルダに関しましては基本的にこのルビスの極み玉をずっと打っていきます。でマガツキはドラゴン斬りを連発ですね。おてんば姫マリーに関してはこの25のエスタークのデバフ技はですね、こちらをメインで使いまして、 SP が毎ターン30回復するんで5ずつ余っていくんですよ。なので最後に溢れた分でこの帝王の一線を打っていくっていう風になりますので、基本的な立ち回りはルビスの極み玉ドラゴン斬り 25SP のデバフをずっとループするっていう風に思っていただけるといいかなと思います。で今回始めたての方でも少しでも参考になるように、装飾品ですね、こちら全部外しておりますっていうのが、カゴがちょっと僕レベル高すぎるので、装飾品を全部外すことによって編成難度を落とそうかなと思ってますので、皆様に関しましては装飾品もしっかり持ってる方はつけていただけるといいかなと思います。はい。実際にやっていくんですけれども、ギガ伝説級ですね、こちらクリアすることによって星5のゾーマをもらうこともできますので、ぜひクリアを目指していただきたいんですけれども、まず1ターン目ですね、相手がいてつく波動を使ってくるので、ここは通常殴りになります。でいてつく波動、これでバフとデバフ全部剥がされちゃうので、ここでデバフは打たずに、こっからですねデバフとバフをやっていきます。なのでこちらヒルダに関してはまず SP 溜まってないんで通常殴りですね。で2ターン目、ここからデバフを打っていくので溢れ出る正気ですね、これでデバフを入れていきます。でマヒャドをもらって輝く息ですね。でドラゴン斬りを打っていきまして、まあ、17,000 ダメージ。ヒルダに関してはこちらですね、爆破やられを 55% で狙っていきます。で入りましたね。で3ターン目なんですけれども、こちらに関しては帝王の一線が溜まってるので、これでデバフを狙っていこうかなと思います。で入りましたね。で2段階デバフが決まりまして、でマガツキはもうドラゴン斬り打つだけなんで通常殴りで、ルビスのここですね、爆破やられ入ってるんですけれども、このダメージ要因としてこの技を使っていきます。でデバフが甘い時はルカなんでデバフを援護してあげるんですけども、今回はデバフちゃんと入ってるんで殴りで参加するっていう感じですね。でこちらもデバフを継続かけまして、でゾーマの攻撃ですね。でクリティカルもらったんですけど、一応まあドラゴン斬りを入れていきます。でここから爆破やられが次のターンダメージ入りますので、結構大きいかなと思うんですけれども、5ターン目ですね、ここでまずデバフをまた継続させてあげまして、外れましたね。でいてつく波動で輝く息もらって爆破ですね、これで結構ダメージが入るんで、ここからまたドラゴン斬りと、爆破やられはもうないんですけれども、ここもルビスで火力を狙っていきます。で6ターン目で、こちらもデバフですね、かけていきまして、輝く息でマヒャドですね。で記憶石打つタイミングなんですけれども、マガツキが HP 半分切ると攻撃力が上昇しますので、ここはまずまたヨダメを狙っていきます。で次7ターン目ですね、でここもデバフをかけに行きまして、かかりましたね。で輝く息もらって、反撃はラッキーですね。で輝く息入って、でこちらですね、ミッションが8ターン以内にクリアとダウンせずになりますので、ここで記憶石からのドラゴン斬りを打っていきます。今7ターン目なので、これで削って殴りですね。で次8ターン目、ここまでにクリアすればミッションコンプになりますので、こちらもうここからヨダメ狙っていくんで殴りですね。でマヒャドもらって輝く息で、ここも通常殴り打って、最後ですね、こちらのヒルダのルビスの極み玉でとどめっていう風になりまして、ギリギリ今8ターンなんですけど、ミッションコンプ一応配布のみでもできますので、もしまだゾーマ取れてないよっていう方とかは星4のキャラしっかり集めていただいて、お供に関してもクリアだけであればここまでエスタークとか準備する必要はないかなと
思いますので、頑張ってクリアしていただけるといいかなと思います。ご視聴ありがとうございました。これからもモンスターハンターライダーズの動画ガンガン上げていきたいなと思っていますので、一緒にモンスターハンターライダーズ楽しみましょう、盛り上げていきましょうって方はチャンネル登録高評価ぜひぜひお願いします。東京21時からファミツアップさんのチャンネルにて皆様に応募を配れるかどうかがかかってる龍天祭増魔の生放送ありますので、そちらも来ていただけると嬉しいです。バイバイ。